こそが爆発的な感染の原因の一つになってるんじゃないですか。平坦はない、戦いは続けろ。令和の時代のインパール作戦、すぐに終了していただきたい。今必要なのは平坦です。食料支援とお金、細かいことは語っていただかなくて結構です。山際大臣、今の話を聞いて食料支援という部分ぜひ強化していただきたいんですけれども、食料支援、これ必要だと思われますか。必要だと思うか思わないかだけでお答えいただけると助かります。山際大臣。これ以前もお話ししましたけど、このコロナウイルス感染症との戦いはですね、これ与野党問わずやらなきゃいけないことなので、現場の声を今お寄せいただきましたから、やれる工夫がないかしっかり検討させて、やれることはやりたいと思っております。山本太郎君。やれることはやりたいと前向きに聞こえる、答弁だったと思います。ありがとうございます。資料5、神奈川県、重症化リスクの低い人に自主療養を認め、食料日用品の配布を中止。県幹部は自主療養者の食料について家族知人近所での助け合いを検討してほしいと強調と記事にはあります。行政の崩壊ですよね。神奈川県下の自治体いくつかに問い合わせを行いました。ある市の職員、お金があれば食料支援は民間に委託してさらに広げられるが、先立つものがない、職員を使って何とか配布しようとしている、そうおっしゃってました。ただし本業にしわ寄せがいっており、いつまでやれるかは難しい。食料支援を強化するには国からのコロナ支援交付金を増額、もしくは食料支援に特化したお金を大至急出していただく必要があります。玉が尽きてるんですよ。玉が尽きてます。資料の6ご覧ください。令和3年度予備費、まだ 1.8 兆円以上残っている。これを支給、自宅療養者及び濃厚接触者への食料支援への財源として各自治体に配っていただけないですか。明日開かれる閣議、話し合っていただけないですか。いただけるかいただけないか、山際大臣、やれることはやるとおっしゃいました。いかがでしょうか。山際大臣。この予備費は予備費として使い道があるところには使うべきだと思っておりますが、間に合わないですよね、スピード感として。今おっしゃったようなことは、ですから現場でやれることを工夫してやってもらうということをどうサポートできるかということが私はやるべきことだと思いますので、その点についてやらせていただいた上で、予備費をそれに充てるべきかということはちょっと後になるかもしれませんけど、それも検討はさせていただきたいと思います。委員長。山本太郎君。予備費を手当てしてれば間に合わないと、だから現場で違う方法でやってもらうということですけど、その財源については国が持つという理解でいいんですか。平坦尽きてるんですよ、もう止まっちゃってるんです。他のことにいっぱい使っちゃって、でもう玉尽きて食料届かないという状況になってて、そこに対して手当てしてくれませんかというお願いなんですね。山際大臣。少なくてもですね、地方自治体において平坦が尽きてるという感覚は私たちは持っていませんよ。ですからそこの部分のお金が足りなくなっているということであれば、そこに予備費を入れますと言っても、予備費を入れるまでにはある一定の時間がかかるじゃないですか。だからそのタイムラグの部分を地方自治体の方で手当てをしてくださったときに、その工夫に対して後でそれを予備費を使うべきなのか、違った形で予算を見るべきなのか、あるいは地方の独自財源でやっていただくのかというのはちゃんと議論をした上でやらせていただくということを申し上げているわけです。山本太郎君。すいません、だったらもう食料に関して支援最大限やれと、そこに対しては国が持つということを宣言しないことには広げられないですよね。で、肌感覚として聞いてきた話として、これ玉尽きてる感覚がないって言うんだけど、実際に玉が尽きてるからみんなやめてるんでしょ。だってこれ民間にお願いできるじゃないですか、やろうと思えば。実際に玉が尽きてそこにお金回りませんという自治体があるわけだから、玉は出すと、金は出すと、先にやっといてくれ、後で補填するからってことが言われれば、これ自治体だってそれぞれに広げられるんじゃないですか。そういう意味でお願いできませんか。明日の閣議でそういうようなお話していただけませんか。いかがでしょう。していただけるかいただけないかでお答えください。山際大臣。閣議で話をするような内容だというふうには今のところ私は思いませんが、しかし現場からのそういう話があるということに関して、お困りの方は何とかお助けできるようにしてまいるということを先ほどから申し上げているわけです。委員長。山本太郎君。山際大臣ね、ずっと想定内だって言ってるんですよ、このコロナの感染爆発。想定内って言っておきながら、それに対しての備えができてなかったから保健所パンクしてるんでしょ、病院破綻してるんでしょ、で食料届いてないんでしょ。そういう時に想定内だった、危機管理に基づいてやってたなんて言葉使っちゃダメですよ。想定外でしたって言わなきゃダメなんですよ。もちろんこの食料支援に対してのお金をつけるということに対しても、これ大至急やっていただかなきゃいけない。国が言えば自治体動きますよ。
お金をどうやって賄うかということに関しては当然それはいろいろあるでしょうけれども、先に国が心配するな、やれと、責任は持つという言葉を言っていただかないことにはなかなか難しい。それを大臣だけの権限でできるのかと思うとどうなんだろうなと思うんですよ。だから閣議という場で総理にも相談していただくというのが一番いいのかなと思うんです。で、10万円の給付、これ孤立してます、孤独です。しかもコロナという状況でここに対してもう一度10万円給付、それぞれが何があろうとどんな状態でも乗り切れるというような呼び玉、コロナにもしもなったとしても国からもらった10万円で一部でそれを使ってしのげるっていうような呼び玉を与える必要があると思うんです。野田大臣、孤立している人たちに対して、これからするかもしれない人たち、第7波第8波に対して一律の10万円給付、どうか明日の閣議で投げかけていただけませんか。お願いします。野田大臣、最後にお願いします。ちょっと事前通告なかったので、はい、にわかにきちっとお答えできませんけれども、いずれにしても総意で何ができるかをしっかり取り組んでいきたいと思います。はい、山本太郎君。ありがとうございます。明日話す場があるんだったらぜひお願いします。7波8波と広がっていくっていう、心の不安、そこに対してしっかりと平坦、国から入れていっていただきたい。万円給付お願いいたします。